はい、本日ですね、視聴者さんが買って良かったもの、後悔したものをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちら今現在2023年なんですけども、視聴者さんに昨年インタビューを受けました。インタビューさせていただいたんですけどもね、なんでお前昨年出してへんねんと、今出したって遅いやないかいってことなんですけども、今見ていただいてもね、これは定番アイテムばっかりなんで、あ、これやっぱ買って良かったな、2023年今年はじゃあ買っていこうと思うかもしれへんし、そんな旬とかね、流行りもんとかじゃなくて定番品なんでね、いや今年も使えるアンケートになってるんじゃないかなということで、今から撮っていきたいなと思います。理由としては、僕歯が抜けてて、歯が折れちゃってね、撮影ができなかったから22年に出せなかったっていうだけなんですけども、まあそういうポジティブなね、感じで2023年も使えますのでね、やっていこうじゃないかという、ちょっと流行りに乗り遅れた企画なんですけども、やっていきたいなと思います。ではですね、視聴者さんが買って良かったもの、そして買って後悔したものっていうのがあるので、それもザザザッと紹介していきたいなと思います。特に買って良かったものっていうのはですね、まず一つ目、これめちゃくちゃ多かったですけども、こちらのマウンテンジャケットでございます。ノースフェイスとかアークテリクスとかナンガとかいろんなブランド入ってるんですけども、その中で最も多かったのがこのノースフェイスとマウンテンジャケットっていうのが一番買って良かったっていうお声が多かったです。で、まあこれはね、僕自身が推してるっていうところもあると思うんですけども、今回の表ではね、マウンテンライトジャケットっていう、これよりももうちょっと、スペックを待ち用に落としたやつがあるんですけど、それはね、あんまり数入ってなかったんですよ。むしろこのマウンテンジャケットの方が、入ってたっていうことで、最も数が多かったです。っていうのもね、なんでこれええかっていうと、だいたい洋服ってね、シーズン限られてるじゃないですか。秋やったら秋しか着れないとか、まあ特にニットとか分かりやすいですよね。セーターとかってもう冬しか着られへんやんって、春はもう着れないんですけど、このジャケットはマジで夏以外全部着れるんですよ。だから僕はね、結構おすすめしてるんですけど、それはね、この気持ちがだら漏れてるからか知らんけども、視聴者さんもね、うわいいよなって言ってくれる人もいてるし、それ以外にも友達、地元の友達とかもね、たっくんあれかっこいいよな、ちょっとあれってどう冬とか言ってね、お前動画見ろって話なんですけどね、そんなこと言われたりすることもあるぐらい、まあ人気ないなっていうのがね、改めて分かりました。こちらが一番人気でした。で、次にね、人気あったのどれかなって見ていくと、アークテリクスのね、アトム AR フーディーというジャケットが人気がありました。で、これに関してはね、おいおい、タクゾー完売しててないやんけと、よくね、言っていただくんですけども、ちょっと今どこにあるか分かりません。なくしたかもしれない。僕も一応持ってたんですけどね、どこにあるかちょっと分からないんですが、これね、実はですけど、僕聞いた話では、メンバーシップの人とこの間飲んでる時にね、タクゾーさん、実はアトム AR 売ってる場所ありますよって言われて、どこで売ってるんですかって言ったら、実はゾゾタウンで売ってるんですって言って、そうなんですねって言ってたんですけども、なんかゾゾではあるらしいけども、この動画も出しちゃったら多分ないと思います。それぐらい結構アトムエアラ人気なんですよ。だからこの2023年の9月頃にね、皆さんもし買うんやったら狙ってくださいということになっておりまして、その次に人気あったっていうのがですね、やっぱりこれですね、こちらのヌプシジャケット。ヌプシはやっぱ人気ですね。っていうのも、今年一番多分街中で見たダウンジャケットってこれちゃいます？ヌプシだと思うんですけど、特にね、僕がよう見たなっていうのが、大阪市内とかやったら10代後半から20代前半ぐらいの大学生ぐらいの子らかなっていうようなね、年代の頃が非常にヌプシ着てました。男の子も女の子もね、両方ヌプシ着てはったなっていう印象はあります。まあこれはね、ノーセンスの中でも比較的安いモデルになってるので、まあ買いやすいというかね、コスパ的に考えてもいいんじゃないかなっていうことで人気があったようです。 US ヌプシも人気ありましたけどね、そんなんが入っておりました。そして次がですね、やっぱこの辺は人気ですね。ノースフェイスのこのバルトロライトジャケット、これも結構やっぱ票入ってますね。ヌプシと同じぐらい入ってるんかな。なんかもう今となってはね、このノースフェイスはね、本ちゃんですよ、本物のやつなんやけども、何かもうパチモンみたいにいっぱい出てきません？なんかよくわからへんブランドのとこからね、これバルトロそっくりやみたいなのが山ほど出てきてると思うんですけども、まあそれぐらい火がついたというかね、このタイプ、こういうモコモコした感じでこの色の切り替えがあるみたいなのがね、どこのブランドでも見るかなと思いますけども、まあ元祖はこのね、ノースフェイスのバルトロですけども、こちらも人気があったということになっております。で、まあ今年ね、僕は自分でカスタムオーダーしたやつは隊長にお送りしまして、僕の元にね、一番洋服を新品で送ってくださる隊長っていう方がいらっしゃるけども、この兵庫であった方やねんけどね、兵庫の、飲み会であった方やねんけども、この方にもう僕はね、プレゼントさせてもらったんで、まだ持ってますよねと、なくしてませんよねというところはね、この動画越しに伝えたいなと思うんですけども、まあ、そういったことでバルトロライトジャケットも人気でしたと。次の人気というところはですね、やっぱ冬場なのでアウター系が多いんですけど、やっぱマウンテンライトはあんま入ってないですね。次はあれですね、こちらの、ミズサーダウンですね。デサントのミズサーダウンというダウンジャケットが結構これも票が多かったですね。バルトロにそんな変わらんぐらい票数あったんで、まあ、このダウンジャケットね、決して安くないですよ。15万で11万かぐらいするんで、そんな安くないんですけども、やっぱり性能を考えた時に非常にいいし、あと僕スーツで似合うダウンジャケットっていう時もこれちょっと紹介したんですけども、まあ、そういったところもあってね、今年買った人、僕の視聴者さんの中では
ですよ、多かったんじゃないかなと思ってるんですけども、たまにいてますよね、あの高いダウンジャケットってこれ見え張ってるだけちゃうんですかって、そういうのって何が分かってないかっていうのをですね、あのぜひコメント欄で皆さん何が分かってないですよっていうのを言っていただきたいんですけども、まあ、これはあの水沢ダウンジャケットはね非常にクオリティの高いダウンジャケットに仕上がってるんじゃないかなと、まあ、特にあの都会とかで大阪とかね東京ではめちゃくちゃ使いやすいんじゃないかなと思います。ではあのコメントに何が分かってないよって、何が分かってないって書けましたか、〇〇が分かってないっていうのを書いていただけたらね次行きたいなと思いますので、次はですね何が人気だったかと申しますと、次ナンガですね。このナンガのね最強ダウンっていうダウンジャケットも結構人気ありました。っていうのも一番こういうオーソドックスな形、フードもなくていかにもこうダウンっぽい定番の形って一番使いやすいじゃないですか。もうコーディネートも中にファーカーも着れるしロンティーでもいけるしって考えたら、やっぱフードもともとあるやつってちょっとそのね幅が狭いんやけど、これはねめちゃくちゃ使いやすいと思うんでね、まあそれは人気やろうなと思います。僕もダウンジャケットでね1着しか、この部屋にいっぱいダウンジャケットあるんやけども1着しか持っていかへんから、どれがいいのって言われたら、まあ、おそらくこのナンガのホワイトレーベルのね最強ダウン かなとは思うんですけど、まあ色がちょっと派手やからね、まあその時はちょっともうちょっとシンプルな色をもう一回買い直して、まあこれしか持たんみたいにすると思うんですけど、まあそれぐらい完成されてるダウンじゃないかなと思います。でこんだけ喋った上でもね、まだ商品提供しますよって言っていただいてるけど返信しておりません。だからね、まあまた商品提供していただきたいなと思う時はね、またこちらから連絡させていただきますのでよろしくお願いしますということで、今のところは考えておりませんということなんですが、次はですね何が多かったかというと、ナンガのねこの最強ダウンと同じぐらいの票数があったっていうのが、このデニムのね、マウンテンパーカーが ありがたいこと人気ありました。というのもですね、このナンガのやつよりちょっと票は多いんですけども、まあ、僕作ったやつなんですけどね、ジャパンメディアで作ったこのデニムのジャケットもね非常に人気がありました。まあ値段高いですけどね、これもねこう今ずっと出てるのだいたい10万弱ぐらいのやつがガーッと出てきてますけども、まあ、僕にとってはね渾身のマウンテンパーカーも作っちゃったんで、もう今後ねマウンテンパーカーを作るつもりはないんですけどもね、非常にいいマウンテンパーカーが仕上がったんじゃないかなと思っております。で結構今年はね、まあ、これだけじゃなくてね僕の服のやつ結構入れてくれてたんですけど、まあ、そればっかり紹介したらねうさんくさい感じになりますのでね、パンツとかボディバッグとかもあったんですけどもね、まあ、一応言うときますけどね、言うときますけども、まあ、うさんくさいことになりますのでね、まあ、あんまり言わんようにしとこうということで、それ以外にあったらですね、やっぱナンガのオーロラダウンとかね、アークテリクスのレイルインサレーテッドジャケット、知らん、そんな聞いたことない、そんなことがねちょこちょこと入っておりました。そしてそれ以外にはね洋服以外にも答えていただいててね、例えば親子でお揃いのナイキダンク、買ってよかったですということで、こちらに映像出るんですけどね、非常に綺麗なね、まあ、可愛らしい感じになってるかなと思いますし、あとね乾燥機付きドラム式洗濯機、これめちゃくちゃいいですから、僕も2年か3年前ぐらいに買ってからめっちゃ良かったなと思ってね、めっちゃこんな時間余るやんって、今まで洗濯も干したり畳んだりするあの時間なんやったんって、まあ畳まなあかんねんけども、あの干す時間なんやったんって思うぐらいね、良かったなと思うんで、僕もこれは共感ですけどもね、そんなことでしたが、買って後悔してるやつもあるんですよ。皆さんがうわこれ買わんかったよかったなと、ちょっと残念やったなっていうのがありますので、ね、まず一つ目紹介していくとですね、アークテリクスの偽物のマンティスのバッグと、ちょっとねリュックなのかボディバッグなのかどっちかわからないですけども、これはねアマゾンで購入されたらしいです。で僕常日頃口酸っぱくてますよね、とにかく正規店で買ってくださいと、ちょっと安いとかっていうのはもう逆に疑ってくださいっていう風に言ってるんやけども、まあ、それでもねなかなかこう僕の声では浸透しないんですけどもね、これもまあ視聴者さんが持ってはった、これは偽物です、これはいただきました、これ買っちゃうと法律違反になりますのでね、僕は買ってませんよ、これいただいたものなんですけども、このいただいたですねどうすんのって言われたらどこも行き場ありません。これで例えば古着屋とか出したりしてもそれも違反ですってか違法になりますのでね、僕はずっと持ってるんですけども、まあ、以前これを比較した動画、偽物と本物 の比較した動画っていうのあったりするんですけどもね、まあ、とにかく正規店で買ってくださいと、しかも定価で買ってくださいということがありましたしね、あと僕この間ねモンクレールのねジップ壊れたんですよ。でモンクレールのジップ壊れてね店頭持って行ったらね、まあ、結局修理費って0円でやってくれたんやけども、モンクレールの前ね長蛇の列になってるんですよ。これなんかやってるんですかって店員さんに聞いてね、これセールでもやってるんですかって言ったら、うちのモンクレールの方はセールは一切行いませんって言ってたんですけども、まあ、大体人気商品とかってねこれセールをしないんでね、まあ、このマンティスもそうですけども、セールがある値段が安いってことはもうちょっと怪しんでください、まあ、これちょっと危ないなとねでいうふうに思いますので、まあ、そんなことがあったりだとか、あとそれ以外には、ラコステの襟付き白シャツ、まあ、これは着るタイミングなかったかな、あと、まあ、カナダグースのダウンベスト、まあ、これカナダグースに限らんでもね、ダウンベストってなんか分かるなと思うのが、見た目めっちゃかっこいいんですよ。めっちゃかっこいいんやけど着るときあんまないっていうのがね、僕もこの間ねダウンベスト買おうかなと迷ったんやけども、あやばいやばい着るときないからやめとこうと思ったんやけどもね、これいつ着んのと、
この状態の時ってこれいつ着ると思ったら、男は好きなんやけどもあんまり着る時ないし、女子あんま好きじゃないっていうところでね、まあ嫁さんともこれでは出かけてくれないんでね、行きませんけども、そんなことがあったりとか、あとバーゲンで買った服全般ということで、これも間違いなく後悔しますよね。買う理由が値段なら買うなと、で買わない理由が値段なら買えということで、安いから買っとこうっていうのはもう二度と使うのでね、まあ高いし値段ちょっと高いねんけど、欲しいもんやからよし頑張っとこうっていうのがね一番いい買い物かなというふうに、まあ僕も思うんですけどね。そんなことがあったりとかするということで、あとまあサンダージャケットとかもあったりしますね。ノースフェイスのサンダージャケット、僕これ以前ねおすすめしてるジャケットでもあったんですけども、これねちょっと注意してくださいっていうのも、なんでかというとこれだけねなんかサイズがねちょっとちっちゃいんですよ。だから普段着てるような L サイズで着てるとか言ったら L サイズ買いがちなんやけども、サンダーに関してはサンダーとあとマウンテンバーサーマイクロ、このジャケットに関しては絶対ワンサイズ上にしてください。じゃないとめちゃくちゃちっちゃいんですよ。僕も今これ着てるけどもね、これで L なんですよね。もう着丈とかも合ってないしサイズ全然合ってないんですけども、まあ、これはちょっとサンダーと、マウンテンバーサーの方はねちょっと気をつけていただければなということで、皆さんからいただいたお声をどんどん紹介させていただきました。まあ、僕個人的にね買ってよかったものとかっていうのはね、まあ、今回はもうええかなということで、もう時期も過ぎちゃったしね、まあ、また来年じゃなくて今年ですね、2023年の年末ぐらいにあの歯が折れてなかったらねまたやりたいなと思いますのでね、その時はまた見ていただければいいかなということで、本日はですね視聴者さんの買ってよかったものの、ご紹介をさせていただいたというところになってます。またフェイスとかでお会いしましょう。ありがとうございました。